こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。スターホースポケットライブ配信始めていきましょう。ライブ配信じゃない、スターホースポケットプラス。何か用？ということでですね、今14戦8勝で残り5周、おそらく今回が最終回となりますね。いい感じじゃない？ベストバ体重って508キロだよな。いい感じだわ。香港か。イベント開催中よ。正直あんまり WBC 出す気ってないんだよな。気合い十分ね。じゃない。香港カップ出したいな。 WBC 出す気はさあさあないよね。ちなみに WBC 今から出すと23分かかるのか。香港カップしちゃおう。エビだけしゅ、ほんとほぼ後半はエビナ主戦でしたからね。エビナ機種で実績を積み上げていったもの。エビナで頑張りましょう。2番人気ね。1番人気は？ただいまより一番人気はデイラミか。このデイラミはやっぱり強いな。それは買うな。勢いはこちらの方が上だ。距離もちょうど最適な 2000m ですからね。勝ちましょう。日本航空アップです。香港の地で海外遠征勝つことができるか。グランドスタンドにぎっしりと詰めかけた6万人を超えるお客さん、シャティンの興奮が頂点へ達します。スタートを切りました。12頭ちょっと出遅れたんでしょうか。6番レスパ、それから5番オリエンタルエクスプレス。果たして先頭に行くのは大根ネイがかわしていきました。ビリオンイン外から行こうというところ。2番バックスボーイ、12頭第1コーナー右にカーブを取ります。この辺りちょっと離れている12番カタノメイテツ、そしてその後ろからアルボラータ、ミッドナイトベッド、5番オリエンタルエクスプレス、その外11番アルムシタラク、1番人気のデイラミ、レッドを奇襲、どの辺りで動くんでしょうか。それから離されまして、ローザンドレーク、1番プロイバタイ、マゼラン、それからもう1頭レスパ。もう一度先頭から紹介しましょう。順位が入れ替わっておりまして、先頭はマックスボーイであります。その後ろでやりましょうか。ビリオンイン
第3コーナーに向かいます。12頭、8番タイクーンリル、下がって3番手、ここにいた肩の面鉄、大舞台の重圧を跳ねのける力がこの馬にはあります。アルボラーダがその後ろ、そして6番手にミッドナイトベッドであります。それから足毛の馬体オリエンタルエクスプレスであります。さあ、シャティン競馬場のスタンドから大歓声が上がります。さあ、右はどうか。4番手といったあたり、先頭ゴーインズとバックスボーイ、外からはミリオンウィン、デイラミ、右はそんなに良くない、デイラミはもう来てるぞ。頑張る、バックスボーイ、捉えた、かわした、パタノメイテツ、パタノメイテツが完全に抜けた。デイラミはそんな伸びないから勝てます。パタノメイテツ、快勝。この馬の力を本当によく知っているエビラ騎手、お見事でした。完璧なお手馬ですね。方向カップ、デイラミオラを破って勝つことができました。来た1着12番、2着3番、3着6番以上のように確定しました。一番人気じゃないものの、勝つことができました。問題は疲れですよね。残り3周しかないです。イベント開催中よ。元気いっぱいね。メロン。いい仕上がりだわ。何か用？もうあんまり疲れる状況はしなくていいです。イベント開催中よ。イベント開催中よ。残り2周しかないってことはもう2回しか調教ができない。イベント開催中よってことですかね。もう調教したら終わりだからな。いい仕上がりだわ。大根、いい感じだわ。何かよ。ちょっとやっぱり疲れは溜まってますが、これで感覚は集まってますので、WBC 引退レース出しましょう。イベント開催中よ。出せますよね。出せます。どっちだっけな。感じじゃない？元気いっぱいね。当然、WBC クラシックです。海老名騎手ということで、17分以上あろうか、今すぐ観戦という権利があった、即観戦チケットがありました。早速見に行きましょう。なんとかここで勝ってほしいわね。2番人気、1番人気は浄化ショット。いや、これはちょっと強いな、ジョーカーシャトル。3頭出ておりますが、距離適正の有利で、対等するしかない。他、キーノーティスっていうのがあります。キーノーティスか。20丸1個だけついております。果たして、どんな競馬ができるか。引退レースになります。ロンドンの地で輝けるか。 WBC クラシックです。
近代競馬発祥の地イギリスに世界を代表する名馬が集いました。栄冠を勝ち取るのは果たしてどの国の代表馬か。スタートを切りました。12頭まずまずのスタートかと思います。さあ何が行くのか。アワポエティックプリンス、先頭ドバイミレニアムが追いかけます。その外12番ヒーノーティス、ヨーカーシャタル、その後ろでやりましょうか。7番クリスタルオーシャン、それからカタノメイテツ、ちょっと離れて1番スターオブコジーンでやります。外を通りまして3番ビブロス、そしてその後ろから9番ブリックス&モルタル、それから10番トリプティク、5番アーキペンコ、内を通りまして2番ザグレイガツビー。もう一度整理しましょうか。先頭行くのは12番ヒーノーティス、カンバシンリード、8番アワポエティックスプリンス、そしてドバイミレニアム、この3頭が先行集団を形成しております。その後ろ3馬身くらいあってクリスタルオーシャン、それからもう1頭ヨーカーシャタル、その外に肩の目立つ、差が開いて今6番手です。外を通ってビブロス、これと一緒にブリックス&モルタル、この辺りちょっと離れている10番トリプティク、アーキペンコ、じわっと上がっていく、それからザグレイガツビー、徐々に差を詰めます。さああなたの相棒は大舞台で力を見せつけることができるのか。ジョーカーシャトルの勢いもいい。旗の名鉄は4番手といったあたり、先頭立つドアイエアはしぶといぞ。内から来ているジョーカーシャトル、一気に伸びてきたジョーカーシャトル、ドバイミレニアムドリプティック懸命に追う。ホコさんか、さあこの一着は際どいぞ。ホコさんとは言わないけど、ドバイミレニアムですら捕まえられませんでした。ジョーカーシャトル中をついてきた。残念、3着ですね。1着6番、2着4番、3着言っとけよ。ドワイミニエニアも本当怖い。一気を消え捕まえるしかなかったから。レースを終えた馬が戻ってきたわ。しかしお疲れ様でしたっていう感じですね。この成績2万枚超えましたね。16戦9勝の成績でした。何か用？はい、というわけで、カタゴメイテツよく頑張ってくれました。何かよ。これは次世代に向けてちゃんとつないでいかないといけないなと思うので、次の馬すごく重要になるので頑張っていきたいと思います。ということで、スターホースポケットをお届けいたしました。よろしければチャンネル登録、高評価をお願いいたします。ブログ、ツイッターやっております。説明欄にアドレス記載します。よろしければ見てください。このスターホースポケット動画ですね、プレイリスト、過去の動画、あります。こちらも説明欄にアドレス記載します。ぜひご覧ください。この動画最後の20秒で関連動画、動画プレイリスト表示されます。お時間ありましたら見ていただければ嬉しく思います。ライブ配信も行っています。ツイッターで、お知らせしております。ツイッターのフォローもぜひお願いいたします。ということで、肩の名鉄走り抜きました。次回もお楽しみに。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。